アレンの悟りへのメッセージ31。大いなる愛。危機物語。大いなる愛に人を咎める心は存在しません。皆さんはこうおっしゃるかもしれません。大酒飲み、偽善者、卑劣感、人殺しを愛するなんて無理に決まってるじゃないか。そういう人たちは嫌いにならざるを得ないし、白い目で見るのが当然だろう。確かに感情面から言うと、そのような人たちを愛することは難しいでしょう。しかし、彼らは嫌われて当然非難されるべき存在だというのなら、それはあなたが宇宙を統治する大いなる愛を理解していないからです。なぜなら、この愛を知っているなら、悟りに到達しているなら、このような人たちが、なぜ、そうした境遇にあるのかを理解し、彼らの強烈な苦しみの境地に自ら入って、共感することができるはずです。また、最終的に、彼らが、純粋な心に到達することも知っています。こうした真理を知っている人が、誰かを嫌ったり、咎めたりすることなど、到底不可能なことです。あなたがそれを知っているなら、彼らのことを思うときには、完全なる平和を保ち、深い哀れみの情を抱くに違いありません。例えば、あなたが、誰かに好ましい気持ちを抱き、その人を称賛していたとします。ところが、その人が、あなたの期待を裏切るか、あるいは、あなたの意に反する行動をとったとします。それによって、あなたが心を一変させ、その人を嫌いになり、けなすようになるとしたら、あなたを動かしているのは神の愛ではありません。上辺では、神の愛を装っていても、人に対する非難や批判の気持ちがあるのなら、あなたは、まだ、本当の愛を見出していないということです。愛こそが、万物の本質であることを知っている人、また、その愛には、すべてを満足させられるパワーがあることに気づいた人の心には、人を非難する気持ちなど、微塵も入り込む隙がありません。この愛を認識していない人は、神という究極の裁判官が存在するにもかかわらず、自らが、同胞である人間を処罰する裁判官になりすましているのです。そして、誰かの見解が、自分の価値観に近いならば、称賛に値するとみなし、それが自分のものと異なると、狂信的、不公平、判断力欠如、不誠実、不正直という烙印を押すのです。本当の愛は、人間に烙印を押したり、人間を区別したりしません。自分の正当性を主張して、相手の意見を変えようとすることもありません。大いなる愛の法則を知っている人は、自らが愛そのものとなり、すべての人に対して、冷静な姿勢と優しい心を保ちます。卑しき者も、高潔な者も、愚かな者も、賢き者も、博学な者も、無知な者も、身勝手な者も、利他的な者も、一人の例外もなく、落ち着いた思考をする者は、皆、その恩恵に預かることができるのです。